それでは28年度の予算案について重点事業についてお話をさせていただきます。どうぞ。まずはじめにですね、今年度28年度の予算は、一般会計当初予算が1218億800万円ということで、前年度比からですね104億1200万円 9.3% の増でございまして、でさらに特別会計を加えますと1845億8700万円という、この、数字はですね、この予算は今まで豊島区としては、最大の規模をになりました。今回特にですね新規拡充事業、これが、全事業が、210事業ございまして、約金額としては65億8000万円。特にですね、ご存知のように一昨年豊島区が23区唯一のですね消滅可能性都市というご指摘をいただいて、それから本当にあの時のショックからようやく立ち直った、その現れがまさにこれからの持続発展都市への対策ということで、今回の予算は特にこれらに対する対策、特に力を入れた予算になっているわけでありまして、まず一つにやはり女性に優しい街づくり、この事業が一番多く38事業43億6000万円、この全体の中の約7割を占めているわけであります。女性に優しい街づくりということでですね、総合的な女性施策の展開をしていこうということでありまして、まずは女性に、先月ですね月例の記者会見でもお話をさせていただき、たくさんのご質問もいただきましたけど、子育て世代の、区内で定着率、これを何としても上げたい、23区で今23番目でありまして、これは、妊娠届を出した方が、3年後の3歳児健診受診対象者の数を割合を子育て世代の区内定着率を測りまして一定の目安として設定した指針でありますけど、この数字がですね26年度時点では 69%、そしてこれは23区の中で最低レベルにあるという、まずこの数値を5年後の31年までには 75% まで上げていきたいというそういう思いでございます。そのため子育て支援策の充実はもとよりハードソフトの面から、総合的横断的な、施策展開を図っていかなければいけないということで、ございます。まず働きながら、女性に優しい街の中で、働きながら子育てができる、そして、さらには、この豊島区にやはり、住んでもらうといいますか、住める環境をやはり作っていかなければならないし、また一人一人の女性がまさに輝くような、こういうまさに目標は女性に優しい街というのはこういうことではないかということで総合的な展開をしていく、その一つ一つがワークバランスの推進とか女性、就業企業の支援、あるいはここにあるように出産前からの切れ目のない子育て支援、教育と豊島の推進、あるいはリノベーション、まちづくり、子育て支援等々、これらについては、この F1 会議、あるいはいろんなところから女性の皆さんのお声も聞いたり、これらについてはですね、本当に精力的に短い期間でありますけど、このようないろんな形の中でこれをいかに政策に生かせるか、今回の、豊島区の予算の中では、これらの提言をですねどう生かせるかというようなことではないかと思っております。先ほどちょっと話ごめんなさい、戻りますけど、この子育て世代の区内の定着率がこれが、69% から、31年度5年後には 75% という形になります。もう一つ、これは前にもお話をしておりますけど、明確に2月1日が締め切りでございましたけど、女性に優しい街づくり、
担当課長さん、これを新設する。これは民間から、任期付き、でございますけど、このような形の中の、新しい民間から、ぜひ採用したいというようなことでですね、今、検討しておりますけど、昨日おとといですか、締め切りで25名の方が応募をしていただいておりますので、これから審査をしていきたい、そんな思いもしております。それからもう一つ、やはり今子どもの虐待貧困対策、こういうようなこともですね、今回予算の中に大変重きを置いて取り組んでおります。まさに子どもの貧困、この対策についてはですね、つい先日の、11日にですね、1月11日子ども食堂サミットというのをですね、行いました。大変な、関心を持たれましてですね、あの会場1階のセンタースクエアが入りきれないほど、まさに全国からこのような形に強い関心を持たれて参加をいただいたわけでありまして、この問題に対する大変関心の高さが伺われたわけであります。過食の時代の一方で貧困にも子どもたちが増えているという、そんな子どもたちに手を差し伸べる取り組みが地域の中で大変広がっております。そうした皆さんの熱意にも感銘をいたしまして、行政としてもこの問題に真剣に取り組まなければならないと意を強くしたわけであります。豊島区においても一人親家庭等に支給する児童扶養手当の支給件数は増加傾向でありますけど、28年度の新規事業としては、一人親家庭等の子どもに対する学習の支援とともに、一人親家庭の親の学び直しを支援する事業を新たに展開をしたいと思っているわけでありまして、まさにこの、予算では約1000万円の二次事業で予算を計上いたしまして、自立のための機会が得られず、経済的にもあるいは社会的にも困窮しながら、一人親家庭等の親と子の両方に対する学習支援により貧困の連鎖をまさに絶っていく、これを目的とした、予算を組みました。